Hallo und willkommen zurück. Es geht ja weiter jetzt mit dem Museum, aber vorher müssen wir erstmal Gelegenheit macht Diebe Teil 2 abschließen. Da freue ich mich schon drauf. So, dann hier haben wir unsere schöne Belohnung, die es nachher gibt. Und wir sollen wieder mal mit Pela reden, kein Problem, dann mal los. Konnichiwa. Sōgōkan wa saikin takusan no hito ga raikan shite iru yō desu ne. Beroburugu shimin no kokoro no naka no rekishi to geijutsu ni taisuru akogare ga futatabi yobi samasareta no deshō. これもあなたの経営のおかげです。最初に非常勤の仕事を紹介したのは、ただあなたにこの仕事の楽しさを体験してもらいたかったからですが、こんなに素晴らしい才能があるとは思いませんでした。お聞きしたいのですが、この仕事は好きですか？Ich bin begeistert. Es ist ein Riesenspaß. Das stimmt auch. そうでしょう。それにすごく達成感がありますよね。あ、世間話はこのくらいにして、今回あなたを探していたのは窃盗事件の進展について話したかったからなんです。ですが、まずは見せたいものがあります。私についてきてください。総合館が解放されて以来、シルバーメインと遅延は下層部で一連の捜査を行ってきました。あまり進展があったとは言えませんが、それでもいくつか新しい手がかりを手に入れることはできました。今回のことがうまくいけば、工業館も順調に一般公開できると思います。こちらです。ここに展示されていたのは歯車と知恵と呼ばれる一点の現代彫刻でした。言葉だけでは少し抽象的かもしれませんが、できるだけ分かりやすく説明しますね。その彫刻は多数の歯車と機械部品を組み合わせて作られたもので、人の背丈ほどの高さがあり、一人や二人では持ち上げられないほどの重量があります。そしてその歯車と知恵が工業館の入り口に展示されることになったのは、ベロブルグ市民の何百年もの生存、生活、そして生産を行ってきた工業精神を象徴しているからです。歯車と知恵がなければ、工業館は魂の半分を失ったと言っても過言ではないかと。一般公開するためにも、絶対に彫刻を取り戻さなければなりません。Wo sollen wir mit der Suche anfangen? どうやらまた下層部に行く必要があるようです。歯車と知恵は最初の設計から完成までに約20年の歳月を費やしています。これだけ心血が注がれた作品は絶対に取り戻さなければなりません。あなたを探しに来る前、ちょうど下層部の機械集落で窃盗団に関する手がかりが見つかったと報告がありました。それが歯車と知恵につながる手がかりかどうかは分かりませんが、調べてみる価値はあると思います。準備ができましたら一緒に機械集落に行きましょう。Na, dann mal los. Höchste Zeit, die Skulptur zurückzuholen. はい、出発しましょう。人がたくさんいますね。どこから手をつけましょうか？クララ。はい？あ、あの赤い服の女の子ですか？思い出しました。ブローニャ様の即位式典の時に上層部で会ったことがあります。私たちの調査の助けになるかは分かりませんが、知り合いには挨拶する。これは基本的なマナーですよね。よお姉さん、それからペラギア・セルゲーブナお姉さん。私のフルネームを覚えているのですか？この子すごいですね。こんにちは、クラーラさん。
ここで何をしているのですか？あ、最近集落で何かあったようなので、近くに住む皆さんに話を聞いていたんです。何かあった？詳しく説明していただけますか？最近、まるで集団で故障したみたいに、集落のロボットたちの様子がおかしくなって。問題が起きたロボットたちは、あちこち動き回って、テントの中に侵入したり、皆さんの持ち物を壊してしまったり、たくさんの人が被害に遭っているので困っているんです。In der Unterwelt wird es nie langweilig. クララにもわかりません。スバローグが何回か集団スキャンをしてみたんですけど、故障の原因は見つかりませんでした。だからもしかするとこれはハードウェアの問題ではないのかもしれません。ふん、ロボットが集団で故障。 Das klingt, als könnten Sie unsere Hilfe gebrauchen. 私も同意見です。せっかく下層部まで来たのですから。クララさん、私たちも暴走したロボットの調査をお手伝いします。え、でもお姉さんとペラお姉さんには他に急ぎの用事があったんじゃ。気にしないでください。下層部には他にも調査を手伝ってくれている方たちがいますので。それにもともと何の心当たりもない状態でしたから、あなたが遭遇したトラブルを解決できれば時間の無駄にもなりません。ありがとうございます。どうやって暴走したロボットに近づけばいいか悩んでたんですけど、二人がいればきっと大丈夫ですね。はい、市民の問題解決を助けるのがシルバーメインの責務ですから。クララさん、問題が発生したロボットを見に行きたいのですが、案内していただけますか？あ、もちろんです。ついてきてください。So. Ach, direkt hier. Toll. Ist das nicht wirklich weit? Mite kudasai, asoko desu. Ano robotto, kitto koshou shite imasu. Mitame wa mondai nasasou desu ga, mou sukoshi chikazuite mimashou. Na, dürfen wir reparieren? Oh nee, wir dürfen kämpfen. Schön. Utoshi wa ne.Weg.攻撃的でしたね。この辺りのロボットは全部こうなのですか？いえ、きっと故障が原因で。ごめんね。あなたは病気みたいなの。今から外装を外して検査するね。これは。このパーツ、もともとロボットについていたものじゃないみたいです。あ、クララさん、そのパーツを見せてもらえますか？あ、もちろんです。間違いありません。このパーツは歯車と知恵から取り外されたものです。そう、ein Zufall, aber auchWow, wenn das kein Zufall ist. 私も自分の目を疑いましたが、見間違えるはずがありません。なるほど。シルバーメインと遅延が長い時間をかけて調査しても、歯車と知恵を見つけられなかった理由がわかりました。あれほど目立つ彫刻であれば、どこに置いても人の目についてしまう。だからずる賢い窃盗犯たちは彫刻を分解して、
ロボットの体に埋め込むことにした。それでもこうしてボロが出てしまいましたが、おそらく彼らはパーツがロボットのシステムと反発して騒ぎになるなんて思ってもみなかったのでしょう。つまりこれから挙動不審なロボットを見つけたら、その体内からパーツを取り出せばいいというわけです。Zwei Fliegen mit einer Klappe. こんな形で二人の助けになれるとは思いませんでした。クラーラ、嬉しいです。行きましょう。盗まれたパーツを取り戻さなければなりません。皆さん、故障したロボットが現れた場所はだいたいこの方角だと言っていました。一緒に見に行きましょう、お姉さん。Also 50 Teile holen, das hört sich doch mal sehr interessant an. Na, benutzen wir mal traditionell mal den Aufzug. So, müssen wir jetzt gegen wirklich jeden kämpfen hier, ja? Tatsächlich. So, gibt er jetzt auch nur einen Teil, weil dann mache ich jetzt erstmal 50 Kämpfe alleine, aber das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ich denke mal einfach, weiß ich nicht, 2-3 Kämpfe oder sowas und dann hat man die Menge, die man braucht. Gehe ich jetzt zumindest mal von aus.Oh ja, so geht's natürlich auch. Ah, viel gab es diesmal. Ja, dann suchen wir doch mal. Und los geht's. Na, nu.So, der ist schon mal kaputt. Oh, fast. Ah, auch wieder 4 Teile. So, 2 auf einmal. Ach, die ziehen wahrscheinlich jetzt nicht. Bam und bam.Sehr einfach auf jeden Fall sind die. Und jetzt. Ja. Ne, das waren echt tatsächlich normale. Gut, also...Muss genau auf die Karte dann gucken, wo, wer, wie, also mit der Markierung. Na toll. Ja. Also so ist das nicht schwer. Na, wie viele gibt's jetzt? Diese Area の故障したロボットも正常に戻りましたが。Ja.思ったよりペースが悪いですね。このままではここで一日過ごすことになりそうです。Wir können doch einfach sagen, dass wir die anderen drei nicht finden können, oder? あなたの言いたいこともわかりますが。わかりました。妥協しましょう。歯車と知恵の部品の数は驚くほど多いので、このまま探してもキリがありませんし。新たに組み立てられるだけの量を集めて足りない部分のパーツや細部は誰かに付け足してもらいましょう。この件は絶対に秘密にしてください、クラーラさんも。はい、クラーラ、絶対に秘密を守ります。いい子ですね。では次のエリアを調べに行きましょう。So, wohin jetzt? 13 Stück, naja. Da hinten hin.
Ah, guck mal, ich glaube, der Große, der könnte noch ein paar mehr spendieren, oder? Ja. Bin ich von überzeugt, dass er das kann. Das kannst du auch noch sagen. So, dann. Ach so, weil da jetzt einfach ein Gegner ist. Oh. Mit Schweinchen auch noch. Na, gucke mal einmal einen an. So. Und nun reparieren. So. Ja, man kann so machen, dann muss der nur noch so. Nee, Moment. Ja, so. Wollt ihr mit der Reparatur der Roboter weitermachen? Wenn ihr wollt, helfe ich euch. Na, dann gehen wir noch mal dahin. 19 von 40 Stück. Schön. セルゲーブナ、シルバーメインの情報官、はじめまして。はじめまして、スバローグさん。あ、クラーラお姉ちゃんが帰ってきた。クラーラお姉ちゃん。こんにちは。二人とも何か用があってスバローグに会いに来たの？この二人の子供は怪しいパーツを見つけ、それを私に届けることで、賞賛と引き換えようとした。しかし、これらのパーツの出所は不明で、実用的価値がない。計算だけでは断定できない。実用的価値がないパーツ？見せていただけませんか？
もちろん好きにするといい。やっぱりこれも歯車と知恵から取り外されたパーツです。Wo habt ihr die Teile denn gefunden? しかも私たちが見つけた数よりはるかに多い。なんだか情けなくなりますね。妹と集落の近くで遊んでたら、大人たちがこのパーツをどうするか相談してるところを見かけたんだ。すごく変なことを話し合ってた。とにかくすごく怪しくて、人前ではできないような話ばっかだった。それで妹と近くで盗み聞きしてたら、そいつらいつの間にかグーって寝ちゃって。だから二人でパーツの入った箱をこっそりここまで持ってきて、スワローグさんに返そうと思ったの。あなたたち、なんて危険なことを。万が一その大人たちが目を覚ましていたら、一体どうなっていたと思いますか？私とお兄ちゃんはただ役に立ちたくて。あ、泣かないでください。いいですか、このパーツはスバローグさんが落としたものではありませんが、あなたたちはちゃんと役に立ちました。Ja, ihr beide wart unsere Rettung. まだ事態の整理ができていないが、二人の行動が彼女と彼女の仲間の助けになったのなら、それは称賛に値することだ、少女よ。スバローグ、優しくなったね。本当に僕たち役に立った。やった。これだけのパーツが集まったのなら、少なくとも歯車と知恵の大体の構造は復元できるでしょう。ただあの二人の子供が言っていたことが気になります。どうやらこの集落でも展示品の窃盗に関わった人物が活動しているようですね。すぐにシルバーメインと遅延に連絡して、ここを徹底的に捜査してもらいます。ですがこれ以上時間を浪費して事態を悪化させないためにも、まずは集めたパーツを博物館に持って帰りましょう。So, unsere Teile erhalten. Perfekt. Gelegenheit Diebe macht 2. Abgeschlossen. Nee, gar nicht. Nee, noch nicht. Erstmal zurückkehren. Sah aber gerade so aus. So, dann ab ins Museum. Aua, jetzt müssen wir ganz schön weit laufen hier im Museum. So, hierhin, dahin, ah, dahin. Pille und du arbeitet unermüdlich daran, Zahnräder und Weisheit wieder zusammenzusetzen. Hat das denn große Ähnlichkeit mit dem Original? 設計図を片手に何十時間も見比べたりしない限り違いは分からないと思いますが、ここまで復元できれば上出来でしょう。お見事です。歯車と知恵という目玉展示品を取り戻せましたし、これで工業館も一般公開できますね。もし今でも博物館の経営に興味があるのでしたら、もう一度エリスさんに声をかけて工業館の開放について話し合ってみてもいいかもしれません。私は引き続き他の盗難品の調査に移ります。スワローグさんの縄張りで決定的な証拠が見つかるといいのですが、なんだかもうすぐ黒幕にたどり着けるという強い予感がします。何か新しい情報が入った時はすぐにあなたにお知らせしますね。
Siehste, Gelegenheit macht die Teil 2 abgeschlossen und Clara haben wir es auch noch. Eieiei, guck dir das mal an. Die hat Punkte. Eieiei. Und Ausstellungsbereich freigeschaltet, ja. Industrieausstellung. Entwicklungsgelder erhalten 50.000. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, wie gesagt, ist abgeschlossen. Morgen geht bestimmt Teil 3 weiter. Das denke ich mal ganz stark. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.